今回はこの前当時のガラクタイチで、まあ、すごく面白いものを入手できたので今回また紹介していきたいと思います。ゼドリン城です。武田から販売されていたお薬の実になるんですけどもまずこの薬が何なのかということについて、まあ、お先に説明すると以前にヒロポーの動画をご覧になられた方だったらなんとなく怪しいっていうふうに思われる場所があると思うんですけどここですねエルメチルフェネチルアミンで書かれてあるんですけど まあこのあの、英語表記の方、メチルフェニチルアミンってあるわけですけど、これあの、ヒロポの動画の方だったら、これあの、メチルプロパミンになったわけですよね。この、メチルフェニチルアミンっていうのも、あ,あの、名前が似ている通り、成分自体もかなり似た成分になっています。もっと親しめられてる名前で、ズバリ言ってしまうと、アンフェタミンが入っていた瓶になります。 アンフェタミンは、メタンフェタミンと比べて、グレードが落ちるって言い方はちょっと変ですけど、メタンフェタミンの方が、効果も中毒性も上だけども、その兄弟分、弟分みたいな感じで存在しているのがアンフェタミンです。でこのアンフェタミンは、特に北米とかそっちの方だと、違う名前の薬としてこのアンフェタミンが処方されてるらしくって、向こうであの学生が結構、チートドラッグって言って、 テスト前に服用すると勉強がはかどるとか、徹夜で勉強できるとか、乱用してしまうことが多いドラッグとして有名だそうです。で、このゼドリンジっていうのは、日本におけるアンフェタミンの商標として有名なものになります。ヒロポンはあのメタンフェタミンのお薬で、大日本スミトム製薬から販売されてましたが、こちらのゼドリンジは、武田から販売されていたアンフェタミンの錠剤になるわけです。つまりこれも、当時合法的に売られていた麻薬の実になるわけです。 そう思うとこれも非常にユニークなアイテムだと言えると思います。当時の日本がいかに麻薬に甘かったかっていうのがよくわかる時代の生き証人ってわけです、ね。ヒロポンを入手している見年はこのゼドリンジもお仲間としてお迎えしたかった男なんで、掘り出し物ですね、まさにこれは。思いがけない形で出会ってしまったんで、この箱、ゼドリンジっていう文字が入ってると見た瞬間も、あ、これだと思って。 で、箱開けたら、ちゃんと瓶も説明書もついてるっていうね、もう逃してはならないっていうことでもう即決でした。<laughs> ありがたかったですね、すごいこれゲットできたのは。このゼド臨場っていうのは、時々オークションにいたりする時があるんですね。前見たのだと、簡易が容器だったかな。あの、円筒形の缶に、このゼド臨場のラベルが貼られてるのが、確か5つまとめて出てたのかな。自分が覚えてる限りだと、そのオークション結構行っちゃって、なんか2万とか3万とか、それくらいの金額になったのを見たことがあるんで。 今回はちゃんと自分の好きな瓶で、それもすごいお得にゲットできたんで、今回行った選手の中では一番の掘り出し物かなっていうふうに思います。いろいろと前置きが長くなったんですけども、この中身の肝心の瓶と、その説明書を詳細にちょっと字幕とともにお送りしたいかなと思います。まず前面にある文章から見ていきましょう。うろこ印。ゼドリンジョウ。武田。50畳 2mg。1畳中に、 エルメチルフェネチルアミン、硫酸塩 2mg を含有する。製造発売元、株式会社、武田長米商店、大阪市東区、土庄町2丁目27番地。で、この通り、横の方にぐるっと文字が入っているんで、こっちの方も見ていきましょう。ピントをちょっと合わせて。横には適応症が書かれています。適応症、睡眠病、憂鬱症、脳膜炎、後遺症など、 容量、一日量、一から五錠。反対側は英語表記になっています。デザインが洗練されているっていうか、あの、一見すると、こちらの面だけだと、海外のお薬のようにも見えますね。書かれている内容は、日本語の内容そのまま英訳するな形になっています。おそらく、以前上げた、あの、ヒロポの動画を見られた方だと、まあ、この英語表記のね、 下のところにあるなんかメチル、フェニチルアミンって書かれてるあたりでなんとなくと刺される方がおられるかもしれないんですけども、こっちの方もで反対側の英訳になってます。プロコレプシーだとか、そういったものに効くっていうふうに書かれてますね。あとはあのディプレッシブ、サイコファチックコンディションとか書いてありますね。なかなか英語に直すとね、日本語でも結構なんかやばそうな感じですけど、英語にするとなんか途端に若干あの深刻さが増してくるような感じがしますね。そこの方には刻印もあります。 B171146061 っていう風に入ってるんですけど、ドット番号でしょうね。製造された年代もここの方に含まれてるのかなと思ったりするんですけど、この表記がです、ね、全部左からにはなってるんですけど、おそらく昭和20年代の前後かなと思います。もしかしたら戦後製品がわからないですね。では、あの箱を開けて見ていきましょう。こんな感じでね、中しっかり入っています。ボール紙の梱包と、 瓶もです、ね、このという空間が残った状態であの入ってますしあとあの説明書もこんな感じで残ってます瓶がねこういった形になってます 2mg ゼドリン状タケダゼドリンタブレッツタケダっていうふうになってて L メチルフェネチルアミン硫酸塩と内容量は四角書いてますね50乗入りの瓶です で、上の方にはですね、こんな感じで風刊もあって、株式会社、武田長兵商店風刊の章っていう風に入ってます。この通りですね、上の方にもあの風刊が貼られたままになっていて、CAG 武田子 LTD 株式会社武田長兵商店ってなってます。武田長兵商店の名前がいつまで使われたかで大体年代わかると思うんですけど、ちょっと調べて字幕で出しておきますね。まあ、この通りすごく、ね、 ちっちゃい瓶なんですよね。だいたいあの、親指と同じぐらい瓶なんですけど、それでも中に50錠入っているというふうにあります。怪しい雰囲気をまとったね、いい瓶だと思います。説明書はボール紙と一緒に丸めて入れられてるんで、ちょっと広げるのは大変なんですけども、せっかくなんで広げるとこ移してみましょう。ちょっと瓶はあの奥の方にやっといて、ね。こんな感じで、畳まれてですね、瓶の外周をこうぐるっと沿うように入れられてました。 説明書はで、ね、広げはするんですけど、ご紹介する際はよりで詳細に映ってるあのスクリーンショットの方を静止画で映、ね、して字幕とともにその内容を文字起こししてお送りする形にしようと思います。やっぱりあの、昔の説明書の例に漏れずこれもすごく薄いんですよね。開く際にしゃぶかないかどうか結構不安になるところなんですけど、まあ、気をつけたい。けてれば多分、そんな恐ろしいことにはならないはず。ヒロポの説明書よりはマッシですね。ヒロポの説明書本当にあの、 なんて言うんですかね。あの、靴箱の中に入ってるあの、梱包材ぐらい薄いんで、ハラハラするんですけど、これはまだちゃんとしてますね。デドリン状。表側の方は、修正、正常、作用、用途、用法、用量、近畿、包装の6つの項目から成り立ってます。で、一番左の方には、だいぶ簡素化されてますけども、英語の表記の説明もありますし、 で、反対側を見てみると、裏面が中国公表記になってるんですよね。中国公表記をの説明書に印刷してるっていうことは、まあ、つまり中国の方に輸出したってことになるんですね。日本の企業の視点が中国の方にあったっていう時代のことになるんで、お、ま、そ、あ、らくあの、満州が存在していた頃の製品なのかなというふうに推測します。満州、まあいわば中国の方に、その武田の医薬品とかで輸出というか、 当時はそこも日本だったんで、そっちや薬を漏すっていう形で、中国語の説明書も用意してるっていう形なのかなと思います。つまり日中 A の鳥インガンの説明書になるわけです。内容がほぼ同じだと思うんで、主に文字起こしするのはこの日本語の方の表記になります。デゾリン状、デゾリンタブレッツ、修正、正常。本材は非先行性アルファメチルフェネチルアミンの硫酸塩にして、白色粉末、 苦み酸味を有し340度において分解12分の水および3分の熱湯に溶解し中性反応を提出。また主性に溶解するも他の有機溶媒に不要化星アルカリを加えれば得意のアミノ臭ある塩基を分離する錠剤は日常中に本品 2mg を含有する作用アルファメチルフェネチルアミンの局所作用はエフェドリンに類似しその溶液 1%, 1を鼻腔に適化し、あるいは噴霧器により鼻腔に散布する等の方法をもって、頭痛、鼻徳炎、脈管性鼻炎、あるいは喘息等の治療剤として使用せられたり、その硫酸炎なるゼドリンジはプシコノイローゼ、憂鬱症等の場合に、ごく少量の内服により中枢神経を興奮せしめて、快感、元気回復、疲労感回復、活動力の増大等の諸作用を提示し。 また、脳炎後遺症の憂鬱症等に応用し、有効なることを報ぜられる。本品の薬理作用は主として大脳、血管、不随菌に認められるものにして、そのエフェドリン用作用は化学構造より見るも伺い得られるところなり。用途。主として、プシコノの色ですなわち、憂鬱症、鬱血症等、脳炎後遺症及びその病後回復期、市民の覚醒等に公的なり。 要法要領最初は比較的少量を内服し症状に応じ暫時増量する一般にまず成人1日ゼドリン錠1錠を用い症状に注意し翌日より1日1ないし5条を1日1回あるいは数回に分割投与する本剤の副作用として手の新鮮発汗新規更新等を挙げられるこれら症状の著しき場合は本剤の投与を一時中止すべし 近畿、高血圧症及び循環系疾患及びその障害のあるものは使用すべからず。放送、上 2.0mg、50条、100条、300条、製造発売元、株式会社、武田町米商店、大阪市東区土庄町、2丁目2-7。7